超転生フレイ。北欧新シリーズのイケメン担当、筋肉質なキャラが多いパズドラの中では正統派2枚目のスラリとした体型の持ち主であり、ほとばしる汗はフレッシュなピーチの味がする。きめ細やかに編み込まれた三つ編みは一房キロ単価10万で取引されており、また甘美な腰つきはパズドラ屈指の名物スイーツと称される。頬の傷とおでこにクリームをトッピングしたフレイパフェは大変罪深く、巷のパズドラ女子に極めて人気。たこ焼きを2つ持っており、親睦度を深めていくとフレイのたこ焼きをいただくこともできるそうだ。原神オーディン。今でこそパズドラ一の美男ではあるが、その幼少時代は出川をはるかに超える顔でか男だった。パズドラブサメンランキングでは常に同期のオーディンたちやスサノオと上位を競い合っており、当時を知る者からすれば今のオーディンは努力の末にようやくたどり着いた感動の集大成とも言えよう。白髪短髪と褐色の衣装は今更言うまでもないが、持っている武器が銃ということもあり、どこかのゲームで見たことがあるようなないような。差別化のための眼帯は島村で300円で買ったものらしく、今でこそイケバズの代表格ではあるが、その生活は非常に質素だそうだ。国づくりの神大国主。顎ひげがセクシーすぎる神話神シリーズの闇担当。どの形態にも共通しているのが、そう、色気である。服の隙間から謎のフェロモンが分泌されており、これを嗅いだ者はたちまち妙な熱気と性欲を帯びてしまう。故に彼を見た者の多くが、この神様スケベすぎると言い残し、跡形もなく消え去ってしまった。いつも連れて歩いているウサギがいるという点も、ただのイケオジではなく可愛らしい面もあるというギャップを表現しており、プロデューサーである山本大輔は彼と添い遂げることを5周年の時に決めた。彼の影響で性の潜在覚醒が拡張されたユーザーは非常に多い。極性の聖魔王パイモン。肉肉しく筋骨隆々がはびこるパズドラの中でもなかなか存在しないキュン属性の男の子。あどけない表情はとても食い出があり、ムニムニの太ももはほかほか。みるみるうちにユーザーの魔法石を吸い上げていく。しかし分からせがいがあると釣られてきた男性の多くが、彼の圧倒的なパワーやエロさになすすめなく平伏していく様は、まさに群雄割拠の覇者とも言える。極性パイモンの首筋からわずかに覗く胸元、進化形態の肩、究極進化時のお尻は3つ合わせてパズドラのアルティメットドラゴンと呼ばれる。またおっぱいモンと呼ばれることもあるが、これは誤った表現である。中堅の天皇神ウラノス。究極ウラノスはまさに選ばれし筋肉であることが確かだ。大きすぎず美しさに特化した肉体を人々は100カラットのダイヤと称し、しゃぶりながら松台まで称えたという。綺麗に割れた腹筋はまさに幕の内弁当。頭身のバランス、髪型、表情、肉体、武器の大きさは一物の大きさ。そのどれもが群を抜いており、彼を目の前にしたらユーザーの玉だらはもう破裂寸前だ。彼だけ特別であり、売却した時にもらえるポイントがモンスターポイントではなくプロテイン。幻惑の妖精をアルバート。その姿を拝見できるのは非常に稀であり、変身した姿はパズドラ1の破壊力を持つ。その破壊力を支える大きな要因は、そう、尻である。男性でありながら女性にも負けない美尻っぷりで、プロ尻パズドラ曰く、胎盤からやり直した方が彼のためになるのではないか。またパズドラ尻部門名誉会長のアルスノア曰く、ここまでの尻を見せられたらもう揉むしかないと言わしめるほど。華奢な顔のライン、細い指先などは完全に女性を超えており、幻惑の名にふさわしい要望は完全にユーザーを通営持ちにしてしまうほど。その立派なフェアリーランプを垣間見える日が来ることを多くのパズドラーが望んでいる。天聖孫権。パズドラキュンキュン四天王の一角、幼い顔立ちではあるが立派なイケパズの一人で、ジャニーさんの目に留まりやられてしまった過去も持つ。比較的女性が多い水属性のためか中性的な表情が多い。覚醒孫権、転生孫権の勇ましい表情は男性パズドラ、女性パズドラを問わず人気があるが、
その一方で誰かに養ってもらえないと力が発揮できないというダメンズな一面も持つ。目隠しプレイが非常に得意であり、また敵として登場した場合は高速ピストンで即撃させてくる厄介者でもある。子供の孫権はまさに純真無垢であり、夜のパズドラのパの字も知らないそうだ。超転生スサノオの御子と上述のオーディン同様、壮絶な幼少期を過ごしている。顔でか、チビ、上羅、攻撃倍率なしのニート、そのくせして進化後はものすごい自信にあふれた表情という無茶苦茶ぶりで、多くのパズドラーにからかわれいじられてきた。時代が進み、ついに待望の究極進化を得てブサメン卒業かと思いきや、顔のデカさはそれほど変わらず、表情だけがより凛々しくなってしまい、かえってアンバランスになってしまったという悲しき過去を持つ。しかし9年という時を経て手に入れた超転生スサノオは、過去の自分をなかったことにするかのようなイケメンぶりであり、若干汗臭いがそこが通好みであると一定の評価を得られるようになった。